とだけおかわりしていいですか。どうやって作ってるんですか。でやるだけ。グリルで焼いて。じゃあ油使ってないんですか、うん、これ。うん。ジューシー。えどうやってする？焼きナス。焼きナス作ったことないかもしれないです。グリルとかで。
こんな美味しくなるんや、本当に、うん、美味しい、毎年中のご飯食べられるどうで、まあさ、まあまあマシな日も稼いだな、またここあったら使うんやったら学ぶことが多分、どう寒い暑い言ってちょうどいいです、うん、最近お風呂入っても無駄ぐらい暑いです、暑いな、シャワーだけでも暑いよな、はい、ドライヤーして汗かくから、うん、プラマイマイナスぐらいになって出てくる、お母さんクーラーもマスタードドライヤー見てる、一個食べる、なんだよ、新しいの飲み、かくあれやった、まあ、じゃあ、あやった、ありがとうございます、学校で帰ったのかな、いやいや、もうこれだけで豪華だった、チーズのなんか美味しそうな、学校で帰ったの、うん、本当に十分です、チンマイが大きなってからやな、じゃあいう意味やねんけどな、チンマイ言うたら、おばあに送ったったら、うん、あの引っ越して3日後にちょっとだけおかわりしていいですか、あ全然いいよ、全然食べて、ちょっと気分転換だったな、めちゃくちゃなりました、暑かったけど来てよかった、うん、でも我慢するのしんどいしな、なんせっかくその自粛だからその何も今なくて過ごしてんのに、はい、もしもうち来たがためにさ、なあだったらもうお父さんお母さんも申し訳ないわとか言って、うん、ずーっとお出かけしてないし、うん、出かけるよりはちょっと雨の日が多かったりして、今日はいい天気やし気分もなあの違うかな思うし、できたら来させてあげたいねんけど言うとったからました、結構いろんなとこ連れてってもらっていい経験させてもらったって思ってるって、決めるまでがしんどいな旅行って、あ子供ありきだったら自分たちだけのあれじゃないですもんね、うん、娯楽のためというよりは、シチュー入れようか、あいいですか、おかわり、全然冷めてても大丈夫です、ありがとうございます、ありがとうございます、マリしてくる、マリしてる、ありがとうございます、めっちゃ嬉しい、何から何まで、ね、ありがとうございます、じゃあまたね、ありがとうございました。ありがとうございました。